山形頭皮蓮は、菊花頭皮蓮属の多年層。茎は射上し、頭花の重みで上部がたわむことがあり、高さは20から130センチメートルになる。茎に翼があり、単緑色をした多細胞の縮毛が密生し、上部は1から3回分子する。花時に根質葉は存在しない。茎の下部につく葉は草質で、 洋身は狂乱形から卵型、長さ7から2 4トル、幅5から1 4トル、先は A、えー、とっかしら、基部は心形になり、円に荒い巨子がある。葉の表面は、無毛、裏面に、海緑色の宿毛が生える。傭兵は、長さ7から1 8トルになり、上部に、翼がある。茎の上部につく葉は小型で短い傭兵があるか、無柄になる。 火器は9月。登場箇所は、三棒状に3から6個が、まばらにつくか、2個が、海上につくかまたは、棚那花柄は、長さ3から25ミリメートルになり、海緑色の多細胞毛が密生する。双方は、緑色、長さ15から17ミリメートル、計6から9ミリメートルになる小形で、雲毛が、まばらにつく。双方辺は11から12列あり、 双方外辺は強乱形で、長さ5から6ミリメートル、上部は、えーと頭になり開けでするか、緩やかに反極する。頭鼻は筒状鼻のみからなり、果敢の長さは13から14ミリメートル、色は淡い格子色。果実は長さ4.5から5.5ミリメートルになる。痩せかで肺活色で四国色の反転がある。毛は二輪性で、落ちやすい外輪は、 長さ5から7ミリメートル、花子にも残る内輪は、長さ10から14ミリメートルになる。日本固有種。本州の山形県の村山地方に分布し、産地の夏緑林の林園や林園、林間の草地に生育する。東北地方の宮城県、山形県においては、大宇山脈の東側に仙台と飛連、西側に本州が住み分ける形になる。2017年に、 門田雄一によって、植物研究雑誌ボリューム92、アジア産頭皮連続の分類学的研究へと、本州産の三新種において、佐ヒ日タ体サースレア中川へ、東味頭皮レンサースレア美保子川上アナと共に、新種として命名記載された。ありがとうございます。